持ってるし、単位だと思ってたんだから、まあ、生きてるうちに一度ぐらい遊ぶかって、亭主にしられて、一人ぼっちで小さな食堂だったんだ。俺は見て泣くんだ。ずっと泣いてるんだ。申し訳なかった。足も不自由なんだ。少し手伝ってやるか。俺が生きてた意味が少しあったな。こんな気分は初めてだ。もう花をつける気はないけど、あんたは妹を幸せにできないのが分かれば。